皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もマーベルスパイダーマン遊んでいきましょう。さあ前回についてメインミッション炎の中へ、これを攻略中です。で街はデーモン、セーブル、あと囚人によってもうスマッシュブラザーズ状態。今日はね、メイおばさん、おばさんの元にまず向かっていこう。大丈夫かな、囚人が入ってきてるっていう風に言っていた。そっち出発。さあここかな、よし。どう？ピーター、消防隊が向かってる。非常階段からなら行けそう。 MJ、ダメだよ。お願いだから僕に任せて。ピーター、何やってるの？援護を待って。おばさん、おばさん、すぐ行く。大丈夫？窓に行って。遠すぎる。待って。みんな踏ん張って。もうお願いだから。おばさん、捕まって。怖いわ。ほら、行って。大丈夫、しっかり。おばさんは？みんな無事。 MJ、 君とマイルズがいなかったら僕は。私もあなたが助けてくれなかったらもう8500回は死んでる。まだ何回か借りあるでしょ。, 笑える。ねえ、心配かけてごめんね。ただいつも助けられてばっかりは嫌なの。たまには助けさせて。そんな思いさせてたなんて。まだパートナー？もちろん。ねえ、水はどれがいい？ほら、スパークリング、炭酸なし、天然水、ミネラルウォーター、どれがいいか分かんなくて。邪魔しちゃった？いや、MJ、ワトソンさんと僕は作戦を練ってたんだ。作戦？そう、町は私たちが救わないと。全員の力で。それじゃあ何すればいい？よし、一致団結だ。ワトソンさん、解毒剤を手に入れないと。オズコープが開発してるらしいけど、このままだとオクタビアスとリーに奪われてしまう。僕らが探し出して守らないと。手がかり追ってみる。マイルズ、フィーストは君に任せていいかな。何かあったら電話して。フィーストとフィーストのみんなを守らないと。ああ、もちろん。あなたは？コスチューム姿のギャングが街をめちゃめちゃにしてる。仕返ししてやらないと。よし、それじゃあ、あ、待った。
電話って携帯持ってるの？ほらスーツにポケットないし。番号はワトソンさんが。みんな頑張ろう。もしかしてスパイダーマンの彼女？だったらすごいね。ほら探偵さん、それでどんな水持ってきてくれたの？さあミッションクリア、炎の中へ。よし、で経験値プラス5000、これうまいな。でレベル40。街もほんのちょっとだけ落ち着いたかな。マイルズはフィーストにいて、 MJ はデビルズブレスを調べてる。僕はオットを探すことに専念して彼の計画を止めよう。ユリ、大物たちを捕まえないと。オクタビアスの情報は？いいえ、何も。タイムズスクエアの科学捜査もまだ。あの部署はインターン以外みんな倒れちゃって。それなら僕が行って調べてみるよ。行ってみよう。で、次のミッション、これがですね、痕跡の行方。ミッション概要、オットを追跡して彼の計画を暴かないとというもの。これ大丈夫なのかな。ヴィランだってフィスクしか捕まってなくない。あと全員野放し。よし、とスキルポイント、これそうね。どれ行こうかな。ラストスタンド、一応これを取っとこう。よし、で最後チェーンフィニッシュ。普通の敵には2回連続でフィニッシュムーブを繰り出せる。これどうなの、いいのかな。フィニッシュムーブ2回、割と便利か。さて向かおうか。 1.2 キロ、 JJJ 来そうだな。どうかな。全部隊へ暴動鎮圧の人員を要請する。隊員はリンカーンセンターに出動を。待ってね、一旦犯罪をする。そっち、今回の大惨事で。ほら来た。もう元となっている人物はヤツだけじゃない。オズボーン市長だ。マンハッタンのど真ん中でデビルズブレス級に危険なものを実験するなど、無責任の極みとしか言いようがない。オズボーンが何をいつから知っていたのか。その答えによっちゃ選挙の敗北、弾劾、場合によっちゃ無償行きだってあり得る。この悲惨な状況でも信頼できる唯一の声、それが私だ。でも今の演技あれもすごいよね。菅生隆之さん、声だけであんなに憎たらしいっていう。表情一切ないからね。さてこっち、よし、痕跡あるかな。あのさも髪の毛ないしな。おっと、こちら本部、ブライアントの状況は？よし、スパイダーマン、手を貸してくれるか？いいとも。元からそのつもり。かなりひどい状態だ。あのデビルズブレスってのは一体何なんだ。科学捜査班が苦戦してる。ニュースだとオットーはここでデビルズブレスを撒いたんだよな。残留物がないか探してみるか。さあ痕跡調査やってみよう。これ、あ、これか、うん、ボードに残留物がついてる。分離できるかも。さあ多分パズル。 AT リッチなリーダー配列、ね、期待できそう。まずこれとこれかな多分。よし、1個作って、で次がですね、となるとこれとあとこれかな。よし、うん、できたね。で最後にこれとこっち、確定事項から潰していく。よし、CPF-1 の改良型デビルズブレスだ。これで散布した経路を終える。よし、痕跡が複数に分かれてる。正しいのはどれだ。どっちに行くか、左もしくはこっち。一旦こっちかな。待ってね、これがですね、そっち、こっち、どう？こっちじゃないな。外れか。行き止まり。さあとなればもう一歩こう。
これがですね、こっちか。上行ってこうね。あのビルの上に続いてるみたいだ。よし、爆走。これ敵の住処とかあんのかな。おっと博士、どこにいるんだろう。宝石が建物を転々としてる。あの通気口に続いてる。渡っていくしかない。これ何を。絶対にこの辺にドアかハッチがあるはずだけど。ここだ。で、待って、これか。見えねえ。これか。雰囲気最高。さあ、ビル内部。オットの隠れ家。どこかで明かりをつけないとな。そうだね、配電盤。明るくなあれ。おお、どう？オットはここで計画を立ててたのか。脱獄の混乱に乗じて移動したに違いない。こんなところが。オットを駆り立てる怒りは神経インターフェースに増幅されてるけど、憎しみは本物だ。復讐のために街を破壊する気か。なんかないかな、手がかり。ここにはない。こっち。マーティン・リー、フィーストにいた時と同じ人とは思えない。デーモンね、ミスターネガティブ。オットーとリーは想像以上に長い付き合いみたいだ。いつから知り合いなんだろう。オクタビアス博士、薬をありがとうございました。少しは良くなりましたが、症状は日に日に悪化しています。幼少期以来ここまでひどくなったのは初めてです。全く制御できないほどだ。昨日はオズボンの演説中に意識を失う寸前でした。彼を見ると今まで心の底にしまい込んできた感情が呼び起こされるのです。これ以上彼に怯えて暮らすことなどできそうもない。マーティン・リー、進行があったんですね。よしと。さあ他には。あとね、このゲームアベンジャータワーあります。普通にあった。ただ動画中ではまだ収録してない。そのうち収録していこうか。 A って書いてあるの、多分そんだけかな。と、なんかの図面。いや、これか。ボイスレコーダー。ノーマンミー。どこもかしこも奴の顔で溢れている。奴はカメラに笑顔を振りまき、称賛を集めながら、ブーツのかかとで私をねじ伏せようとする。なぜ皆身勝手な奴を称賛する。あんな邪悪なクズをなぜだ。マスクの下に隠されたノーマンの本性を暴くことさえできれば。本当にもうノーマン大嫌いおじさん。すごいな、恨みが。コラプト、ライアー、堕落する、嘘つき。で、顔ぐちゃぐちゃ。と、なんかのスーツ。セーブルが使う装備の弱点も調べてたみたいだ。セーブルの装備か。弱点をぜひ知りたいね。ただ分かりません。さあ他には。こっち。ライノか。僕の2番目に好きなロシア人。まずこれかな、胸当て。ライノをスーツから解放する腐食剤を開発。どっかの政府が何年かけてもうまくいかなかったのに、オットーは数日で仕上げた。彼、悪の道に進んだ方が生き生きとしてんな。オットー才能がある。悪の。オットーが仲間にメッセージを録音してる。アレクセイ、私は長いこと君を観察してきた。世間は君を愚か者と呼ぶが、本当の君は詩人の心を持つ戦士だ。君の望みはそのバトルスーツから解放されることだろう。私の野望成就に協力すれば、自由は君のものとなる。詩人の心を持ってる、本当なの？で、それとこっち。マック・ガーガン、別名スコーピオン、またの名をクレイジーパンツ・マック・レイジー。この人ね、スコーピオン、ぶっ刺された。で、さらにボイスレコーダー聞いてみよう。こんなことはめったに言わないんだがね、ガーガン君、君の借金返済は予想以上に骨が折れたよ。借金をした相手があんな面倒な連中だとはね。だが貯水池の仕事を終わらせれば、君が抱えている債務は全て帳消しになる。私は人を説得するのがとても得意なのでね。
借金肩代わりしたのか。お金ないのに。さあ、それと、待ってね、こっち。バルチャーのじいさん、バトル回数は歴代トップ。バルシャの装備で、さらにボイスレコーダー。エイドリアン、己の手で開発したその素晴らしい翼が自らを追い詰めるとは何とも皮肉だな。幸いにも君は私と手を組んだ。この仕事が片付いたら私が開発した治療薬をやろう。その時までもう少しだけ辛抱してくれ我が友よ。薬と引き換えかと、待ってね、これか。翼の動力源のせいで脊髄癌を患ってる。オットーは癌を治すための治療を開発してるのか。装備の副作用。あとはね、なんか、まあ確かにこれは頼るわな、ガンは。あとこっち。エレクトロ、ほんとテンション高いよね。彼の装備かな。エレクトロは純粋なエネルギー体になることを夢見てる。博士があいつの装具を調整して実現に近づいたのか。あと待ってね、ここにもレコーダー。他ないか。君の夢を聞いたとき、ついに行かれたかと思ったよ。純粋なエネルギー体だが調査を進めていくにつれ、私たちの夢を同時に達成する方法を見つけた。約束しよう、全てが終われば純粋なエネルギー体になれるとね。もしくはそれとほぼ同等のものにな。これどうかな、実現すんのかな。よし、でさらにそっち奥ね。もうないか、こっちは。これなんだろう。マップでしょう。ブラックライト、うん、押してみる。何も起きない。ブラックライト、怪しいな。この地図で計画練ったんだろうけどメモがない。何か見落としてるのかも。え、照らすんじゃないの、ブラックライトで。違うの。ただ光らない。なんとかランプをつけないと。電池か。ね、電池、あ、これか。そこに配電盤引っ張らして、こうね。やったね。よし。隠しメモか。オットーはオズコープの所有地を破壊するようヴィランに命令した。ノーマンの帝国を崩壊させる気なんだ。各地を分散して攻撃したのか。よし、あとは他にはもうない。これどうすんの。見る。スコーピオンは町の貯水池を毒で汚染する気か。これもオズコープの所有地だ。ライノの標的は海岸線にある施設。最初のターゲットと目的は。計画の最終目標はオズコープ本社への直接攻撃。十中八九狙いはノーマン。エレクトロはオズコープ発電所を奇襲。なるほど。バルチャーはタイムズスクエアで一体何を。警戒しておこう。多分これあれか、一人につき1ミッションっていう感じかな。ボス戦ね。ボス5連戦だと思う。リーの狙いはデビルズブレスの解毒剤イカロスを使えって書いてる。なんだろう、イカロス、これ初めてですね。さて、あとはもうなくない。これドキュメント、これか。スコーピオンの借金を博士が帳消しにしたんだ。それに奴の毒を改良してる。しかも幻覚作用付き。強化したのか。よし、どうかな、他なんかある。隠れ家、取り忘れ多分ないと思うんだけど、どうかな。ないかな。よし、これで帰ろうか。ボス戦か。これは胸が熱いね。ボスの連戦。イカロス、これだ。あ、これか。こんにちは、スパイダーマン。
ちゃんと話をするのは初めてだな。私は夫オクタビアス。イカロスなんてないんだろう。そうだ、マーティンなら一人で解毒剤を手に入れられる。イカロスは君を釣るための餌だよ。餌だって。なんていうか、オクタビアスと組めてワクワクしておるわ。バックアッププランのバックアップ登場じゃ。MJ、ピーター、大丈夫？何があったの？渋滞でさ、聞いて、リーが解毒剤を狙ってる。やつより先にデビルズブレスのラボを見つけなきゃ。今調べてる。市内の建築許可をチェックしてるから、ラボの記録があったら分かるはず。やったね。それじゃあまた後でね、 MJ。ミスったのか？弱ってはおる。プラン B と行くか。さあどうする？まずは彼か、エレクトロ。どんなゴールも達成できちまう。スパイダーマンを殺すとかな。これどうする？感動しちゃったよエレクトロ。刑務所で成長したんだね。弾打ち、よし、からの三角、効果、空中コンボ。どこ行った？元気になった。待ってね、近寄って、これまずい。よし、バルチャー出番だ。エイドリアン、スパイダーマンだぞ。それは何のマネージャー？わかんないの？長きにわたる確執も今日で終わりじゃ。さあ次、バルチャー。こいつも叩く。仲良くやってると思ってたのに一方通行だったなんてショック。どこ行った？ね、そっちね。タイマンじゃないってのかな。 N1 R1 掴んでいけた。ただ急すぎた。こうか。さあここでペチル。スパイダーマン、ぶっ潰してやる。僕のジョーク分かってくれた？嬉しすぎて戦うのやめたいくらい。なわけない。そっち。二人とも一匹狼の時の方が良かったよ。はい。リオワークの強さに感動しちゃったのか。俺も忙しい。はい。こいつどうした？再び回避。待ってね、撃ってくる。そう、こいつもやりすぎだよエレクトロ。負け惜しみじゃないからね。よし、さあ弾撃って。どう？当たってない。多分当たってないな。まずバルジャーか、あいつやる。これすげえな、忙しい。はい、からの三角。まあまあすぐに済むから。あ、雷か、こいつに当たった。なるほどね。ちょっと一休みじゃ。交代しろエレクトロ。さあ次、君か。これどうすっかな、どう立ち回る。変圧器ないぞ。一旦追ってみようか、彼を。あ、待ってね、ここに、これ、これ違うのかな。うん、いた、よし。どうした？こっち。で、さらに変圧器。そこにある。待ってね、これ、よし。お、そうそうそう、そうです、そうです。こっち。はい。
バルシャー。こやつに勝ち目などないわ。休憩して戻ってきた。ずるいな。これどうすかな。あのさ、水差すようで悪いけど、君たち自分が何してるかちゃんと理解できてる？いって、なんで今の。どっちだ。一発回避して避けてからのこう回復電撃。あぶねえ。あぶねえ。どこ行った。また休憩。いや、そっち行ったな。よし、今のはダメらしい。よくわからん。ちょっと、どうなった。どこ行った。はい、よし。あっぶね、電撃な。多分これやること合ってるよね。電気くんは無事かな。よし、集中できる。やっと。さあこいつはね、どうすかな。自信満々だな。馬鹿げてるし根拠もないけど自信はある。悪くない。あ、待って、これこそ、そうそうそう、これね、壁に張り付いてしまうと本当にかわせんのよ。どうかな、当たってる。いや、当たってない。こっち行ったな。はい、当たってはない。うん、当たってないね。どうしようかな。まず避けておく。よし、寄ってこうか。一発回復。あれ、これね、これはまずいんだな。おっち、でこれ壊して、これなんでこれ復活するの。どうなってる。エレクトロは倒しといたよ。貴様はスパイダーマンか。そんなにこの町が大事だというならば、私と共にオズボーンの罪を暴いた方が利口だぞ。無実の人を殺してか。私なら電力を戻せた。あなたは病気だ。それでも構わん。ノーマンが報いを受けるまでやめるつもりはない。協力されると厄介だな。まずは息を整えて。何時？まずい。さあミッションクリア。痕跡の行方どう？で、経験値報告しよう。さらにレベルアップ。ユリ、バルチャーとエレクトロは片付けた。あと4人見たわ。それとタイムズスクエアの屋上が爆発したのも、まさかあれあなたじゃないわよね。何でもお見通し。あれはオクタビアスの拠点。ヴィランを使ってオスコープを崩壊させる気だ。バルチャーとエレクトロは発電所を狙ったけど、スコーピオンは水処理施設を狙ってる。ライノは今のところ謎、海岸線ってことだけ。今はそれで十分。あなたはスコーピオンを追うでしょ。ああ、町は崩壊寸前。飲み水まで失ったら一旦の終わりだよ。何か分かったら連絡する。ええ、お願い。よし、で敵のグループを倒すとそのグループは戻ってこなくなる。あ、なるほどね。これも結構うまいね。で、ボス2人か。バルチャー、あとエレクトロ。その2人がアウト。それは僕のセリフ。2人
二人やったのでかいな。でこの後これどうしようかな。ちょっと待って、こいつをボコそう。マイルズ、立派だけど自分も考えなきゃ。マスクつけて時々休むこと、おばさんにも伝えといて。誰に何言われたってメイは働き続けるよ。行ってみるけど。ありがとうマイルズ、おばさんによろしく。気をつけて。よし、こいつ。いややっぱこれ雑魚は強えな。あ、まだいた。オフ。よし、さてでですね、次のミッション、これ何、毒の道、貯水池でスコーピオンの目撃情報か、見に行った方が良さそうというミッション。これやっぱり次回かな。次ですね、とスーツ、新スーツ、これがロック、ヴィンテージコミック版スーツ、これすごいね、この質感ね。昔のスパイダーマン、アメコミ版の。このスーツアンロッカーの軽口、常に軽口を叩く。なんだそれ。これどうする、作ってみる、やってみようか。これどうなんの、軽口。映画の中じゃヒーローはお金持ちのプレイボーイばっかりなのに、現実ってこんなに厳しいわけ。え、これで終わりで、リチャージも早い。これなんなのこれ、完全にネタスーツ。ついでにそうね、やっとくか。これ椅子だな、しかし。あ、待って、めっちゃ食らった。さあ軽口、あ、一応ひるむんだ。よし、さあ回避して、こいつ。待ってね、もうちょいで軽口叩いていける。こいつ、よし、軽口。なぞなぞだよ、オレンジがドスンと落ちるのなんだ。じゃあヒント、これ何パターンぐらいあるんだろう。あとね、そっち、このスーツいいな。なんかね、椅子ですよね。うわ、ちゃ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 、どこどこどこ、ここらへん、ん、どこ、どっち、いなくね。ね、見えねえ、上かな下かな、下か、あそこね、あそこにさ、あいっぱいすぎ問題だろこれ。これすごいな。さあウェブボム、これ当てて、そっち、はい。このグラフィックなんか癖になるな、これね。皆さんどう、自分で結構好き。あとそうね、サイドミッション、これがですね、エラーファイルがありませんと、大学の仲間、今この2つかな。これやっておこうか、サイドミッション、大学の仲間、これやって終わりにしよう今日ね。さあまずはトラベル、多分本作ももう終盤か。結構あっという間だった、本当に楽しかった。まだ終わってないけど。よし、こっち、夢中になってやってましたね。四角ボタン何回連打したかな。よし、スパイダーマン、助けてくれないかな。ルームメイトがずっと行方不明なんだよ。分かった、名前と最後にいた場所は。名前はカルロス、ソーシャルメディアで顔認識サーチをかけたんだけど、ほら今からメールするよ。頭いい。君は。フィリップちゃん。よし、フィリップ、僕に任せて。他にも行方不明の人がいたら教えて。よし、写真に写ってる場所を特定すればいいんだな。自由の女神像が写ってるってことは、ここからずっと南、大学からは遠い、多分金融街かもな。そっちか。なんで若干見切れてんの彼。髪型がわからん、ハゲてんのかな。行ってみようか。水辺周辺の木、ビルは多分公園の隣だな。待ってね、これがですね、どこ、ずーっと南、あ、これ出てこないんだ。フィリップ、写真を撮った場所に向かってるんだけど、これいつの写真。タイムスタンプは30分前。すっごい便利、この顔認識って自作。ああ、卒論のプロジェクト、就活で使えると思ってさ。うまくいったら僕が推薦状書くよ。さあとりあえずは南、なんかしよう。どっかな。大学のずっと南のはず、
多分金融街じゃないかな。あと海辺ね。そっちか。どう？こっちじゃない。あ、それか。そこにある。さあ、となると、どっちだ？そこら辺？結構高いな。待ってね。使っちゃった。そう、一応ね、宝石を泳ぐことができます。ただ、あんまり意味がない。遅いし。この上じゃない？昔のアサシンクリード。あれね、泳げなかったんだよね。確か1の時。2ってどうだったっけ？あんまり記憶にない。よし。途中からね、普通にしれっと泳げるようになりました。さあ、どこかな？下。でもビルっぽいんだよな。距離的にどう？ここら辺？悪いね。金融街。もうやっぱ高いもんな。場所がね。もうちょい上か。あ、なんかね、ここら辺っぽい雰囲気がする。どうかな？違うか。南に向かう。ここ、いや、ここじゃないな。違うな。少し違う。ただ、近いと思う。そっち。これ多分あそこじゃないかな。どこだよ。あ、そっちか。そこか。燃えてるけど、敵いるんですけど、やりましょう。あの学生たち、ハロウィンパーティーのやつらと同じだ。リーに操られてる。やろうか。多分弱いはず。と思ってるとまずいんだよな、このゲーム。よし。さあ、ボコボコ。よし。と、軽口。炎広がってる。早く止めないと。軽口、そう。ひるませるだけ。てか、軽口出なくなかった、今。よした。これで最後だな。どうなってんだ？いつも通りだったのに、突然怒りに駆られて止まらなくなってさ。もう大丈夫。でもしばらくネットは見ない方がいいかも。よし、さあ、ミッションクリア。大学の仲間。よしよし。で、次ですね。次回はメインミッション。これ行きましょう。毒の道。はい。さあ、どうね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして、で、また次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回マーベルスパイダーマンでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。お疲れ様。